4月2日、安田大サーカスのクロちゃん、42、が、しくじり先生俺みたいになるな。テレビ朝日系に出演。芸能人が、過去の失敗をもとに、役立つ人生訓を教える、本番組。17年に、レギュラー放送が終了するも、根強い人気を受け4月から、異例の復活を果たしていた。水曜日のダウンタウン、TBS 系などによって、すっかりクズキャラが定着した、クロちゃん。冒頭からいきなり、自らを甘い汁だけを吸って楽して生きていきたい、甘汁モンスターだと堂々宣言。42歳になるまで総額6、0円の仕送りをもらっていたこと。さらに親からもらった予備校の教科書代をパチンコに使ったり、27歳で初彼女ができるもすぐ浮気したクズエピソードの数々を悪びれることなく披露していた。また、スタッフとの打ち合わせ回数を実際より多めに申告するなど、嘘つきキャラも健在。こうしたクロちゃんの姿に生徒役のタレントからは批判が殺到。平成のぶしこぶしの吉村崇38は、こいつが日本をダメにしてるんだよと怒りをあらわにする。芸能界の仕事は夢を与えること、辛いところを見せる必要はないと真っ向から対立する間野恵里奈28に、でも自伝とか出すときはそれを書いて自分のランクを上げようとするでしょと、あっさり言いまかす強気な姿まで見せていた。終盤ではクロちゃんだけが甘汁モンスターの中で成立しちゃっている奇跡の男だから、他の人は自分に厳しく努力を怠るなと謎の教訓を残していったクロちゃん。最後まで過去を顧みることなく幕を閉じるという初回にして番組コンセプトをひっくり返す離れ技を見せて去っていった。しかし、番組終了直後からツイッター上でトレンド1位を獲得するなど反響は絶大。ネット上でもめちゃくちゃクズなのに全く病んでなくて人生楽しんだ、もん勝ちみたいな感じで元気になれた、反面教師すぎて明日から頑張ろうって思ったと意外にも絶賛の声が相次ぐ、格変を起こしていた。オードリーの若林正康40もクズを突き抜ける時に変なカタルシスがあると、そのクズぶりに根負けしていた。令和に変わってもクロちゃんの勢いは止まらなそうだ。